皆さんどうも、あかねだよ。さやかよ。今回から数回に分けて、2022年に行われた関東遠征の様子を実況していくよ。記念すべき第1回は、東京駅からスタート。まずは山手線に乗るみたいね。車両は、安定の E235系ね。未来感あふれているわね。ここで人生初のスイカを買うよ。関東にいる間お世話になります。駅のコンコースは吹き抜け構造なのね。下を走る電車たちがゆったり見下ろせるね。そろそろ次の場所へ行くわよ。はい、京浜東北線で1駅、品川へ。奥に見える赤い車両は京急こと京浜急行ね。お次は初乗車となる常磐線に乗っていくよ。今回乗るのは E531系ね。東京からは初めての上野東京ラインに入っていくわよ。上野からはいよいよ常磐線に突入。今乗っている車両が感電してる。とある有名な実況者様の最寄りである南柏駅を通過していくわよ。あの人だね。外はあいにくの大雨。意外に強く降ってるみたいね。というわけで我孫子駅までやってきました。この我孫子じゃないわよ。とりあえずこの駅から成田線に乗り換えるんだけど、その前にこれ、あ、出た、弥生軒の唐揚げそば。意外に関東の鉄道旅実況界隈では人気らしいのでね。でっかい唐揚げが乗ってる。あ、これってもしや。富士山。ということでお腹もいっぱいになったところで成田線に乗っていくよ。そういえば地味に常磐線の E231系に乗るのも初めてね。この成田線は単線構造になっているから。ところどころ途中駅で交換ができるようになってるんだ。成田までやってきたよ。ここからは快速列車で千葉へと抜けるのよね。その通り。あ、あれは横須賀線の新型車両 E235系線番台ね。まさか一発で新型の E235系に乗れるとは。それにしても、さすが E235系、モニターの数が尋常じゃないわね。桜に到着。ここからは総武本線に入っていくわよ。
次は四つ街道です。 The next station is 四つ街道 JO31。ということで、千葉に到着。ここからは内房線に乗って、木更津の方を目指すんだけど、尺の都合で、第1回の動画はこれでおしまい。今回は、東京から品川成田経由千葉までの行程を実況してきたけど、どうだった？この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録や高評価お願いね。それでは今回はここまで。次回は誰が実況担当になるんだろう。では皆さん、またねー。